はいどうも、ちかのベリアです。久々に普通動画をアップロードさせていただきましたね。今まで最近もうポスティングばっかりしてですね、もうライブ配信ばっかだったんですけども、ちょっと真面目に動画作ってみました。はい、今回1本目が、植木鉢の植え替えですね。はい、ベンジャミンという観葉植物ですね。はい、このように根っこがちょっとしかなかったんですけども、ちょっとね、依頼主さんが心配してまして、グラグラしてるんだけど最近調子が良くないかもとか言って、心配されたので植え替えをしてみようと。植え替えというか土の入れ替えですね。はい、そちらをさせていただくことになりました。で、今依頼主さんのご自宅のマンションの共用部分を使わせていただきながら作業させていただいております。これ道のところでね、作業してるっていう風にね思われる方もいるかと思うんですけども、これはちゃんと許可を取っておりますのでご安心ください。で、今ね、どういった方針で入れ替えをしていくかっていうのをね、打ち合わせし終わったところ で今、そこに軽石を入れて、で赤玉土を入れて、で普通の観葉植物の土ですね。はい、こちらですね。はい、ちょっと肥料が入っているタイプですね。で、目の細かい土なんですね。これをダイソーで買ってきていただきまして、はい、それを入れていくという作業ですね。作業自体は本当大したことないかなっていうかね、そこまで大変ではなかったかなと思うんですけどね。ただちょっとこの15年ぐらいですかね、育てていたこのベンジャミン君、これを枯らしてしまってはいけないってね、責任感はありましたからね。きっちり根っこを傷めないように、状態を見つつ、今土を入れて真ん中に固定していっております。はい、結構すんなり、入れましたね。ただこの観葉植物ってそこまで根を張らないので、それが心配ですね。はい、しっかりいい土いっぱい入れてるんですけども、なかなか根を張ってくれないって、だからグラグラ常にしてしまうんですね。で、一応前回よりは深めに入れておきました。そうすることで、まあ、土がねいっぱい締まって安定してくれるんじゃないかなというふうには思ってますけどね。はい、こちらも一般の道で、今水をね流したかのように見えるんですけど、これマンションの敷地内ですから、それもご安心ください。このブルーシートの上でね水を入れると、ドロドロになってしまいますからね。はい、植木の近くのちょっと水はけがいいところで、水を入れてちょっと土を締めさせていただきました。新しい土っていうのは本当に水をはじきますからね、結構大変なんですよね。で、今この土ですね、古い土は僕の方で回収させていただくということですね。今回直径45センチの鉢でしたので、土の入れ替えが7700円、そして土の回収が1100円というお値段で対応させていただきました。全体で50分で終了したので、かなりスムーズにいったかなというふうに思います。しかもこれ錦糸公園でね、野球やってきた帰りに寄らせていただいたので、ちょうどよかったですね。はい、ということで今回いただいた作業料の合計が8800円でした。どうもありがとうございました。さあ2本目です。はい、2本目は僕の自宅ですね。自宅でじゃがいもを植え付けるという動画ですね。これもう10日ぐらい前に撮らせてもらったんですけども、なかなかアップする機会がなくてですね、ずっとお蔵入りになってたんですけど、やっとお見せすることができました。はい、なかなかね、最近プランター買うとですね、その処分が大変ですので、このようにですね、牛糞堆肥の袋に土を入れてですね、これ64リットル入れましたね。近所のツルハドラッグ福太郎で買ってきた14リットルの園芸培養土ですね、こちらを4袋入れてましたね。それでパンパンになった状態で、はい、今鉢植えにあったじゃがいもの苗を、はい、今から植えていきますよ。はい、結構もう根がね、結構大きく、ほら、いっぱいもう張り詰めておりますね。はい、これを上に入れていくと、プランターを買うとですね、またね、ゴミになるというかね、置き場所がなくなってしまうので、こういった袋でも代用した方が早いんじゃないかなと思ってね。で、今先ほど袋の底に穴を開けてましたよね。霧でポスポスと穴を開けていけば水はけも担保できると思いますので、これでやっちゃった方がいいんじゃないかなと思ってね。しかもサイドからもこの芽をね刺しとけば生えてくるので、この袋の中パンパンにじゃがいもを育てることができるんじゃないかなと思ってね、実験的に前からやりたいなと思ったんで、今回、ね、その実行に移すというふうに至りました。はい、上から見たとですね、はい、このようにじゃがいもが成長できました。はい、ここで水をね入れていきたいところなんですけども、なんと近所の奥様がですね、最近いちご買ったんだっていうふうにね声をかけていただきまして、そのいちごの状態を見に今移動している最中ですね。はい、で戻ってきましたね。
はい、僕なんか僕のねこの家庭菜園の影響でお隣さんがいちごの栽培やったりトマトの栽培やったりさつまいもの栽培したりとかにしてね、ちょっとなんか不安なことがあると相談に来てくれるとそんな状態ですね。はい、で倒れてはいけないのでこのロープでワイヤーですね、ワイヤーでちょっと固定して、はい、水をパンパンに入れていきました。はい、そしてこれ10日後ですね、本日4月22日の状態をお見せします。はい、サイドに穴を開けまして、そこに他のジャガイモから出たちょっと芽かきをしてね、取った芽を刺しといたんですね。そしたらこのように元気に育ってきましたね。はい、で上の方に関してはもう、はい、つぼみのようなものも出てきましたね。楽しみですね。はい、ジャガイモって根から増えていくはずなんですけどね、花も咲かせるようですね。でトマトと同じ、まあ、系統の植物ですから、まあ、トマトの栽培は成功してますからね、はい、まあそんなに難しくないんじゃないかなと。で、まあ、一般的にジャガイモの栽培は難しくないというふうに言われていますね。はい、そしてまた玄関のそばの花壇ですね、こちらにもですね、たくさん土を買ってきましたので、ここに今水が動いてますね。はい、こちらにジャガイモを植えていこうかなと、畝を今作ってますね。はい、盛り上げて なるべくね下の方にどんどん根っこが張りますから、高い畝を作ってそこにジャガイモを植えていくと。これ面白いもんで、ジャガイモをね半分に切って、で半分に切ったところから芽が 2,3 個出てくるんですね。で僕はまあ最終的には2つにしようかなと思ってるんですけど、はい、今3つ生えてる状態ですね。で根っこよけの串刺しまして、はい、でまた10日後の状態がこのようになっておりますね。先ほどと比べてだいぶ元気に生えていますね。3本生えてまして、でジャガイモの表面がちょっと見えてますよね。はい、水をドバッと開けると表面が見えちゃうので、こんにちはしてしまうんですね。はい、それでも腐ってる状態ではないのでね、非常にいいんじゃないでしょうかね。この青々とした葉っぱが本当にありがたいですね。ここからね、虫に食われたりすると汚くなっていたりね、病気にかかると葉っぱの色が悪くなるんでしょうけど、今のところ青々として新芽で綺麗ですね。ちなみに今横に植えているのがユスラウメっていうね、梅とサクランボの間みたいな植物なんですけどね、ちっちゃい実がなりまして、すごく甘酸っぱくて美味しいんですよね。ただ日持ちしないのであまり市場には出回らないんですけど、ご家庭で作る分にはもう本当に手のかからないいい植物だと思います。はい、で奥にあるのがこちらキウイフルーツですね。キウイフルーツのメスなんですけども、このオスの方は元気に育ってるんですけど、メスがちょっと今元気なくてですね、片一本の方、この左に伸びてる方が途中で枯れちゃってるんですね。はい、ここ全然葉っぱ生えてないですよね。はい、去年結構伸びてくれたんですけども、ちょっとまた下の方から一からやり直しですね。で右の方だけが今育ってる、それでもちょっと元気ないですね。ちょっと心配ですけど、また報告しますね。興味あるか分かんないですけど。はい、そして最後ですね、新しく作ったこれ古い土だけ集めた花壇ですね。まあ、処分場として使ってるんですけども、全然それでもね、一回使っただけだとね、そんなに悪くなってないと思うんで、どれだけ土としてね役立てられるか、その辺見たいので、ちょっとジャガイモを植えてみることにしました。はい、左手にはトマトのね苗があるんですけども、はい、さあ10日後ですね。10日後これ見てみるとものすごく生えてますねびっくりしました。はい、これ西日がものすごく当たって結構日当たりはいいんですよね。で屋根の下なんで、その雨がびちょびちょに当たるということもなくて、まあ、腐ったりとかしなくていいと思うんですね。で途中結構猫がやってきてですね、荒らすんですよね。ネズミとかやってきて、でもここまで葉っぱが生えてしまえばもう土の中に入ってこれないですね。この花壇に入ってこれないのでいい感じだと思います。はい、でもともと植えてたね、上の方に植えたトマトがもう隠れるぐらいに成長しましたね。であとは2ヶ月ほど放置すると枯れてきて、葉っぱが枯れたイコールお芋がもうできてますよのサインらしいんですね。まあだから植え付けから60日ぐらいで収穫できるから非常に効率のいい植物だと思います。はい、また収穫の時子供と一緒に芋掘りやってみたいと思います。はい、最後はおまけコーナーで僕の自転車のブレーキの交換作業を見ていただきたいと思います。はい、もう2年も使ってるとね、やっぱりあちこちガタが来ましてですね、はい、ブレーキするたびにすごいキー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 鳴ってしまうんですね。で娘に毎回耳をこう防がれてですね、うるさい帰りなさいって怒られてたんですけども、やっとホームセンターで買ってきました。で今回初めて気づいたんですけども、ホイールというのはアルミ製とステンレス製があるみたいですね。でそれ用にまたブレーキパッドも2種類あるんですね。これ何が違うのか、その材質が違うのかよく分かんないですけど、見たところ溝の形が違うようですね。は
溝の形だかどうか分かんないですけど、とりあえずこれ一か八かステンレス製のホイールだろうと思ってステンレス用のブレーキパッドを買ってきました。はい、で今変えている最中なんですけども、いろいろなアングル見まして、これ結構固く締めてあるんですね。それをこう、はい、バールで、頑張って思い切って、はい、こじ開けてでつけていくというね、まあそこまで難しくない作業ですね。はい、自転車屋さんでこれもし交換してもらうとしたら1000円ぐらいでやってくれる作業みたいなんですけども、まあそのね作業も自分でできるようになったら節約になりますしね。で何かしら僕が訪問させていただいたお客さんの家でねブレーキ交換悩んでる方いたら、まあそうやって交換してね、ついでにやらせていただければ便利かなと思いまして、でこの動画撮らせていただきました。はい、で買い終わったんですけどもね、実はショッキングなことが起こりました。なんとキーキー鳴ってたブレーキというのは後ろの方でした。残念です。はい、せっかく変えたのに全然音が鳴りやまないなと思ったら、はい、後ろの方のドラム式のブレーキの方でしたね。はい、ドラム式っていうのはなんか軸の周りのホイールっていうかね、まあ、丸いところがあって、そこにベルトで締め付けて止めるという仕組みのブレーキなんですけども、結構ね摩耗してそれでキーキー言ってたというわけじゃなくて、なんかゴミとかがついて音が鳴ってるようなんですね。でそれ専用の、まあ、クリーニングオイルとか、まあ、分解してそこを掃除すれば音が鳴り止むらしいんですね、調べたところ。でもそれは結構大変な作業なんで今回諦めまして、ただただブレーキのこのワイヤーを締め付けるというだけでもう対応しました。はい、なので今もバンバン音が鳴るようになってます。まあなんかベルがね、僕もう壊れちゃって取れちゃってるんで、まあ、その代わりにブレーキキッキー鳴らすことによって、まあ、チリンチリンの代わりになるかなと思って、はい、そのまま放置しております。はい、そんな感じで今やっております。はい、この自転車を使って今後も市川市近辺の方回らせていただきたいと思っておりますので、ぜひともお仕事のご依頼、最近だと鉢の植え替えですとか防草シート張りというのをね問い合わせを多くいただくようになりました。はい、もし困ってる方いたらぜひともお問い合わせいただければと思います。右上に載っている LINE QR コードを読み取りまして KM73 という LINE アカウントにご連絡いただければ24時間以内にお返事させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。かゆいところに手が届く市川の便利屋でした。それではまた。